ゴート、驚愕の5000万回再生。ナンバーアンダーライン愛新たな高みへの奇跡が明かされる。ナンバーアイのファーストシングル、ゴートが5000万回再生を突破しましたね。おめでとうございます。この素晴らしい記録を達成したことで、私たちはますますナンバーアンダーライン愛の魅力と才能に惹かれ、彼らの音楽に対する愛情を深めています。 ゴートは私たちの日常に欠かせない存在となり、朝、昼、夜、いつでも心地よく聴ける楽曲となっています。この楽曲がたくさんの人々に愛される理由は何でしょうかそれは、ナンバー・アンダーライン・アイが常に想像以上の新しい世界を私たちに見せてくれるからです。彼らのデビュー曲はまさに史上最高のものであり。 その素晴らしい楽曲によって私たちは毎日をより特別なものに変えてくれます。しかし、この5000万回再生の背後には、ただ単に視聴したり聞いたりするだけでなく、ファンたちの熱い思いが詰まっています。私たちは、これからもナンバーアンダーライン愛を応援し続け、彼らの楽曲がますます多くの人々に届くことを願っています。彼らの才能と情熱は、 世界中の人々に感動と喜びをもたらしてくれるでしょう。さて、5000万回の再生を達成した今、次の目標は1億回再生ですね。これからもみんなで力を合わせて、ナンバーアンダーライン愛を支えていきましょう。彼らの音楽は私たちの心に永遠に響き続けるでしょう。GO トは、ただの曲ではありません。それは、 私たちが日々の生活で力を得る、心を落ち着かせる、喜びや感動を分かち合うための特別なメッセージです。私自身も、この曲が私の日常に明るさをもたらし、新しい視点を与えてくれることを実感しています。5000万回の再生という数字の背後には、多くのファンの愛と応援があります。彼らの熱意と情熱が、 ナンバーアンダーライン愛を成功へと導いています。彼らの音楽は私たちが直面する様々な感情や状況に寄り添い私たちを励まし勇気づけてくれます。次なる目標は1億回再生です。私たちはこの目標を達成するために一層の努力と支援を惜しまずナンバーアンダーライン愛をサポートし続けることが重要だと信じています。 彼らの音楽は世界中の人々に希望と喜びをもたらし新たな可能性を開いてくれるでしょう。最後に皆さんにぜひお聞きしたいことがあります。あなたの心に響くナンバーアンダーライン愛の曲は何ですかその曲がどのようにあなたの人生に影響を与えたかぜひシェアしてください。私たちが共有する思いや経験は 彼らの音楽の力をより深く理解し、支持する励みとなるでしょう。デビュー曲がこれほどまでに世界中のリスナーの心を捉えたということは、ナンバーアンダーライン愛というアーティストの持つポテンシャルの高さを示すものです。音楽性はもちろん、彼らのキャラクター性や表現力、さらには楽曲そのものの完成度の高さが多くの人々を魅了したのだと言えるでしょう。さらに、 5000万回という驚異的な再生回数は、ナンバーアンダーライン愛の知名度や人気がいかに高いかを物語っています。この快挙は、彼らがこれまで積み上げてきた努力と、ファンの熱心な支持の結果だと言えるでしょう。ここまでの快進撃は、ナンバーアンダーライン愛に新たな可能性を秘めさせています。今回の快挙は、彼らにとって、 さらなる飛躍のための大きな飛び石となるでしょう。今後の活動に世界中の注目が集まることは間違いありません。ゴートに込められた魅力。ゴートというタイトルから想像されるように、この楽曲にはナンバーアンダーライン愛の思考と呼ぶべき魅力が凝縮されています。まず大きな特徴として挙げられるのは、その独特の世界観です。 ダイナミックな楽曲展開と、ナンバー・アンダーライン・アイならではの感情表現が見事に融合しています。楽曲を通してリスナーに伝わる、力強さと儚さが共存する、まさにゴートと呼ぶにふさわしい世界観と言えるでしょう。そして、ナンバー・アンダーライン・アイの持つ歌唱力と表現力の高さも際立っています。彼らの繊細な歌声が作り出す深い共感と、 情景を描くような歌詞がリスナーの心を捉えるのです。楽曲を聴く者をナンバーアンダーラインアイの世界観の中に引き込んでしまう魅力がここにあります。さらに洗練されたサウンドデザインも見そらせません。ダイナミックなアレンジと繊細な音の組み合わせがゴートという楽曲のイメージにぴったりと寄り添っています。この楽曲を通して ナンバーアンダーライン愛の楽曲創造の高い完成度を感じ取ることができるでしょう。このようにゴートにはナンバーアンダーライン愛の真骨頂とも呼べる魅力が凝縮されているのです。デビュー曲にしてこれほどまでの評価を得られるのはまさに彼らの才能と実力の表れに他なりません。ナンバーアンダーライン愛の歩みとファンの熱狂。ゴートの快挙を振り返る上で ナンバーアンダーライン愛の歩みをたどることも重要です。彼らがたどってきた奇跡とファンの指示がこの快挙を生み出したと言っても過言ではありません。ナンバーアンダーライン愛は2020年のデビューを果たしました。当時から彼らの個性的なビジュアルと洗練された楽曲創造力が注目を集めていました。デビュー当初から ファンの間で大きな反響を呼び起こしていたのです。そしてゴートのリリースを機に彼らの人気はさらに加速していきました。この楽曲がナンバーアンダーライン愛の魅力を存分に発揮し世界中のリスナーの心をつかんでいったのです。ファンの熱狂的な支持がゴートの驚異的な再生回数につながっていったことは間違いありません。 ナンバーアンダーラインアイのファンは彼らの音楽性やキャラクターに強く惹かれており、SNS やライブなどあらゆる場所でナンバーアンダーラインアイへの熱い思いを表し続けてきました。こうしたファンの献身的な活動がゴートの快挙を生み出したのだと言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイとファンの強い絆がこの楽曲の驚異的な実績を生み出したのです。 ナンバーアンダーライン愛のさらなる飛躍に向けてナンバーアンダーライン愛がゴートで築き上げた偉業は彼らの飛躍への大きな推進力となっていますここからはさらにナンバーアンダーライン愛がどのような未来を切り開いていくのか注目が集まるところですまずは次なる目標である1億回再生の達成に向けてファンと一丸となって邁進していくことが重要でしょう 5000万回という快挙を成し遂げた今、ファンの熱意と期待はさらに高まっています。ここから先、ナンバーアンダーラインアイとファンが一緒に新たな高みを目指していく姿は、音楽ファンの心をわしづかみにすることでしょう。そして、この快挙を機に、ナンバーアンダーラインアイの活動範囲がさらに広がることも期待されます。彼らの音楽性や魅力が、 これまで以上に世界中に認知されていくことでしょう。新たなリスナーを獲得し、さらなる飛躍を遂げていくことが予想されます。また、ゴートの快挙は、ナンバーアンダーライン I の楽曲制作に対する自信にもつながっているはずです。この曲が生み出した驚きの実績は、彼らの音楽的可能性をさらに広げる原動力になるでしょう。 今後の楽曲展開にも大きな期待がかかっています。そして何より、この快挙がナンバーアンダーライン愛自身の自信と意欲を高めていることは間違いありません。彼らが新たな高みを目指して、これからさらに、